これは実に有名な話で、ラジオで放送されたこともありますが、あなたが知らないといけないので一応語っておきましょう。あるフォークソンググループの解散コンサートにまつわる奇怪な話です。一人の少女がいました。中学生だったとも高校生だったとも言われています。彼女はそのグループが大好きでした。当然解散コンサートのチケットも手に入れていたのですが、当日彼女は開演時間に遅れてしもうたのです。慌てて会場に向かいましたが、なんと会場前の道路でタクシーにはねられて死んでしまったのです。さて、それからしばらくして、あるラジオ番組で奇怪なテープが公開されました。そのフォークソンググループの解散コンサートのテープです。リーダーのおしゃべりに続いて観客の拍手と歓声、そして曲の前奏イントロが始まるのですが、拍手の中で前奏が始まる部分に奇怪な声が録音されているのです。女の子の声なのです。私にも聞かせて。小さくかすかな声でしたが、しかしまるでマイクの目の前で言っているかのようにはっきりと聞こえます。誰の声なのかは分かりません。問題のグループは全員男性です。当のラジオ番組ではこの声を会場前で死んだ少女のレイの声だと結論していました。さて、ここまでが広く語られている、私にも聞かせてという話です。ひょっとしたらあなたもすでに知っていたかもしれません。しかしこのラジオ放送では語られなかった奇怪な事実があるのです。問題のテープは結局ある音楽マニアの手に渡りました。数百本のテープを持っている彼にとって、解散アルバムのまだ発売されていない伝説的なフォークグループの解散コンサートのテープはかなりの値打ちがあったはずです。たとえ幽霊の声が録音されているとしてもです。彼は友人たちに自慢してはそのテープを聞かせて喜んでいました。もちろん幽霊の声も聞かせておりました。そうするうちに、ある日同じマニア仲間が問題の幽霊の声の入っているテープを貸してくれと申し出たのです。仲の良い友達だったので彼は心よく OK しました。ところがどういうわけかそのテープが見つからないのです。あるはずの場所を探したのですが見当たらないのです。最後には大掃除みたいになってしまいましたが、いくら探しても見つからないのです。そのうち相手と会う約束の前の日となってしまいました。明日はとりあえず謝って、貸すのは後日見つかってからということにしてもらおう、そう思ってその日は寝ることにしました。
彼は寝るとき、いつも音楽を聴きながら寝ることにしています。静かなクラシック音楽です。いつもの場所からいつものクラシック音楽のテープを取り出して、デッキにセットして明かりを消して寝床に入ります。だが始まったのはいつものピアノの音楽ではなかったのです。突然観客の歓声と拍手がスピーカーから流れてきたのです。そして、私にも聞かせて、あのテープだったのです。羽を着た彼はテープラックを確認してみました。いつものテープはきちんといつもの場所にあります。間違って隣のテープでも抜いたのかと思いましたが、そうではありません。なぜならラックにはいつも通りテープが隙間もなく並んでいたからです。ともあれ、あくる日そのテープは友達の音楽マニアに貸してやりました。彼は喜んでテープを持ち帰ったのですが、その晩彼もまた怪異に見舞われたのです。深夜です。眠っていて突然目が覚めてしまったのです。あれ?と思った途端体が動かないことに気がつきました。金縛りです。指一本動かせません。この時彼は以前知人から聞いた話を思い出しました。金縛りになった時は声を出したら解けるということです。必死になって声を出そうとしましたがダメです。喉がかすれるような音がするだけで声になりません。だんだん怖くなってきました。全身が汗にまみれ、呼吸も荒くなってきます。それでも彼は必死になって声を出そうと努力し、やがてついに彼は大声とともに上半身が弾かれるように羽を切って自由になりました。布団の上に上半身を起こしたまま、彼は恐怖に震えておりました。金縛りが怖かったわけではないのです。彼は自分自身が怖かったのです。自分自身の声が怖かったのです。金縛りを解くためになぜか彼は大声でこう叫んでいたのです。私にも聞かせて。
その日私はブランコで遊んでいました。ブランコは私のお気に入りで、一人で遊んでいても結構楽しめたからです。もっともブランコは他の子供たちにも人気があったので、競争率が高く、わずかしかないブランコはなかなか開きませんでした。珍しく開いたブランコに私は飛び乗ったのです。すると砂場で遊んでいたいじめっ子たちが私の乗っているブランコの脇に駆け寄ってきました。私はきっとまたひどいことをされるんだろうとハラハラしていました。彼らはニヤニヤしてお互いに顔を見合わせると、私の乗っているブランコに勢いをつけ始めました。ブランコの両脇に立った男の子がブランコの鎖をつかんでは前へ後ろへと勢いをつけていくのです。すぐに飛び降りればよかったのですが、怖くなった私は逆にますますしっかりとブランコの鎖を握りしめていました。ブランコはぐんぐん勢いが増します。やめて！私は叫びました。しかしいじめっ子たちは私の叫びを聞いて余計に調子に乗ります。やめて！落ちちゃうよ！私はほとんど泣きそうになっています。しかしいじめっ子たちは一向にやめてくれません。そしてついに私の握力も気力を尽きてしまいました。ブランコが前に揺れた時、私の体は宙に放り出されました。いじめっ子たちの「あっ！」という声が聞こえた気がしました。放り出された私の体は空中で一瞬止まったかと思うと、頭を下にして落ちていきました。しかもそこにはブランコを囲うようにして設置された太い鉄パイプのフェンスが私を待ち受けます。不思議と全てがはっきりしていました。鉄パイプが迫ってきます。私は目を閉じました。そして心の中で叫びを上げました。その時、不思議な力に支えられたような感じがしたかと思うと、私はフェンスを避けるようにして、しかもお尻から地面に着地できたのです。恐る恐る目を開けると、いじめっ子たちが私を取り囲んで、うろたえるような目を向けていました。私は一瞬、大声で泣きたくなったのですが、なぜかそうせず、代わりにスクッと立ち上がって、いじめっ子たちをにらみつけ、今度いじめたら許さないからと言ったのです。これにはいじめっ子たち以上に言った私の方がびっくりしてしまいました。なんだか自分が言ってるとは思えなかったんです。まるで誰かが私の口を借りて私をかばってくれたようでした。その時母が私を迎えに来てくれました。いじめっ子たちは私がこの話を母に言いつけるのを恐れたのでしょう。蜘蛛の子を散らしたように公園から走り去りました。私は母親の声を聞くと思い出したように泣き出してしまいました。そしてさっきの出来事を話しました。母はいじめっ子たちにとても腹を立てていました。そして私が誰かに支えられた感じがしたと話すと、少し驚いて何か考え、こんな話をしてくれました。母の話では、私がまだ赤ちゃんだった頃、この公園の前の道で車にひかれ亡くなった子がいたらしいのです。その子はとてもブランコが好きでした。ある日その子がこの公園へ来てみると、
いつもは必ず誰かに使われていたブランコがたまたま空いているのが道の向こう側から見えたのです。それでその子は嬉しくなってつい駆け出してしまったそうです。そして事故に遭ったのでした。きっとその子がお前を守ってくれたんだよ。母は言いました。まだ小さかった私はこういう話を理解することはできませんでしたが、なんとなく味方というか友達ができたようで心強く思いました。母親に連れて帰られる時に振り返ると、私が落ちてから誰も乗っていなかったはずのブランコがいつまでも揺れ続けていました。この話をしてくれた男性は今ではかなり年配の人物なのですが、これは彼の青年時代の体験です。ほんの1年間ほど火葬場に勤めていたのだといいます。詳しい経緯は不明ですが、ともかく知人の紹介で勤めることになったんだそうです。ともあれその採用は当時彼ともう一人の老人の二人でやっていたそうです。かなり規模の小さな施設だったようです。釜が二つと遺族が遺体がお骨になるまでを待つための待合室と、そして事務室があるだけです。先輩の老人は話好きで、彼はよく老人から業界内の話をいろいろと聞かされたそうです。時には業界にまつわる恐ろしい話も聞かされました。夜になると釜の中から声がするとか、釜の扉を内側から叩く音がするなどというものです。だが彼が最も怖かったのは遺体が生き返ることがあるという話です。現在ほど医学が発達していなかった昔、心臓停止がすなわち人間の死であるとされておりました。だがご存知の通り、心臓停止状態から稀によみがえることもあるのです。つまり仮死状態のまま釜に入れられ、焼かれている最中に息を吹き返す場合があるというのです。現にここでもそういうことがたまにあったと老人は語りました。そういう場合、釜から遺骨を引き出すと、それぞれの骨格の位置が普通の場合とは微妙に違うのだそうです。生きたまま焼かれる恐怖と苦痛で、釜の中で何とか逃れようともがいた形跡がプロの目にははっきりとわかるそうです。ああ、こんなことは言わんことにしてるがな、と老人は言いました。それと気づいても何も言わないというのです。もう取り返しがつかないんですから、いつものように平然と振る舞うんだと言います。しかしそれでも
そういうことのあった日はとても眠れなかったそうです。その話を聞いて彼は鳥肌が立つ思いがしました。仮死状態から目を覚ましたら狭い棺桶の中、しかもごうごうたる炎が自分の体を焼いていく。その恐怖と絶望を思うといても立ってもいられなかった。さて、人の死を扱うこととはいえ、慣れてくればそれはただの仕事になります。遺体を迎え、釜に納めて火を入れる。2時間ほど事務所で作業をして、時間が来たら釜を開けて、今度は骨上げ、骨壺を抱えた遺族を送り出して、それで終わり。あとは釜の清掃をして、次の遺体を迎える準備をする、その繰り返しです。1年ほど経つ頃には彼もすっかり仕事になれ、老人の方は全てを彼に任せて事務室から出てこなくなりました。その頃には事実上全ての作業を彼一人で行っていたのです。そんなある日、事件は起こりました。いつものように遺体を焼いて、2時間のち再び遺族を釜の前に集めました。タイマーが働いて、火はすでに落ちています。耐熱の厚い手袋をはめた手で、分厚い鉄製の扉を開けます。え？彼は思わず声を上げました。後ろでは遺族たちがどっとざわめいています。釜の中が空っぽなのです。わずかに棺桶やその内装、さらに花などの灰があるだけで遺骨がない。そんなバカな。彼はスライド式の鉄製の引き出しを、手すりをつかんで引っ張り出しました。見間違いではない。遺骨は影も形もないのです。考えられない事態です。すみません、少しお待ちください。彼は遺族たちにそう言って、事務所の奥の老人を呼びに行きました。やってきた老人は、まだ熱気の残る釜の中を覗き込むと彼に言いました。お前、釜の中へ入ってみてこい。怖くて嫌でしたが、しかし仕事です。彼は釜が冷めるのを待って、懐中電灯を手に持って釜に潜り込みました。釜の中はやはり空っぽです。しかし彼は耐火レンガの表面に細かい傷跡を見つけました。まるで爪で引っかいたような跡です。まさか。彼はさらに奥へと進んだんです。突き当たりで釜は上の方へと伸びています。煙を抜くための煙突です。懐中電灯の明かりを真上へ伸びる闇へと向けて、うわーっと彼は悲鳴を上げました。煙突内部には点検と清掃のためのタラップが取り付けられています。そのタラップに誰かがしがみついていたのです。焼いたはずの遺体です。生き返ったのです。棺の中で息を吹き返し、ここまで逃げてきたのです。死に装束はほとんど焼け落ちて裸に近い格好です。だが皮膚にはほとんど焼かれた痕跡はなかったのです。しかし、例えばそれが黒焦げの焼死体だったら、まだ納得できたでしょう。その遺体は熱と煙でいぶされて、人間の燻製になっていたのです。